皆さんこんにちは、猫背のアジト、理学療法士の小峰孝明です。1ヶ月チャレンジ30日目最終日になります。ここまでいただきました。昨日はですね、立った状態で手をねぐーっと上に伸ばして、体の軸、体軸をね整えていくようなワークを行いましたけれども、今日も全身運動でねやっていこうと思います。30日目集大成のワークになりますので、ぜひ皆さん頑張ってチャレンジをしてみてください。今日の最終日の枠はいろんなエッセンスをね含んだエクササイズメニューになりますので、少し最初に解説をさせていただきます。まずはかかとをこのようにつけていただいて、つま先の向き45度程度それぞれ外に開くようにしてください。そしてここからしゃがみ込んで尊虚のポジションを取ります。膝はできるだけ外に開いて、小指側にも体重が乗るように、そして背筋をぐーっと伸ばしていきます。でここから上に向かって立ち上がっていただいたら、膝をぐーっと内側に締めていくことで、ももの筋肉の収縮を入れていきます。そしてお尻をキュッと締めることで、骨盤が後ろにギュッと倒れていって、反り腰さんの予防になっていきます。まず上下の運動としてはこの運動ですね。降りてアップ、降りてアップ、ここに手の動きを付け加えていきます。降りていくときは降りた状態で手をできるだけ横にぐっと広げて、手のひら天井方向に向けていきましょう。そうすることでバストトップがぐっと引き上がって背筋が伸びやすくなっていきます。そして前でクロスをさせていきながら立ち上がって、手は胸のところでギュッと引くようにしましょう。そうすることでバストトップがぐっと引き上がり、いい姿勢の状態になっていきます。そして先ほどのお尻をキュッと入れる動作によって、反り腰を予防しながら胸椎上の胸をですねしっかりと伸ばしていく姿勢改善メニューになっています。正面から一度お見せします。ここで引いた状態から前でクロスして胸を開きます。尊虚ポジションで膝の外側、前でクロスしながら立ち上がってギュッと引きます。横からお見せします。前でクロスをして胸をオープン、開きながら尊虚ポジション、前でクロスしていって引きます。この運動を皆さんと一緒に10回チャレンジしてみようと思います。それではですね、まず足かかとをつけた状態で、つま先左右それぞれ45度、だいたいですねここが90度になるようにしてください。そして膝はぐーっとできるだけ近づいて、お尻をキュッと締めます。手のひら天井向けて肘をぐっと引きましょう。肘の位置が上に上がりすぎると巻き肩、体ね姿勢前に倒れてしまうので、ぐっとバストトップを引き上げておいてください。ではこの状態から前で手をクロスしていってしゃがみ込みます。そして胸をオープンに開いてバストトップ引き上げます。手のひら天井方向、前に持っていって重心を引き上げながらギュッと引きます。膝を内側にギュッと締めていき、お尻もキュッと締めてください。2回目前に持っていって胸をオープン、開きましょう。膝も同様にぐーっと開いていってください。前でクロスしながら立ち上がって胸をぐっと引きましょう。3回目いきます。前に持っていって手をオープン、手筋を伸ばします。手のひら天井方向、外旋ドライブで外に向けてバランス取りますよ。前に持っていって立ち上がったらキュッとお尻を締めて肘を後ろに引きます。4回目前で手が強くし胸オープン、膝とともに胸も開いて、つま先立ちでしっかりとバランスキープ。手を前に持っていき背中を丸めたら、そのまま立ち上がってお尻キュッ、膝も内側にギュッと寄せていくようにして内転筋、お尻の筋肉も一緒に鍛えていきます。手を脱力前にして、しゃがみ込んだら胸を手のひら上向けて、膝は外側に開きましょう。ここでバランスキープ、前でクロスして立ち上がってキュッと締めます。膝もしっかりここギュッと締めてやる。では前に持っていって尊虚ポジションで胸を開く、そうしっかりとつま先立ち、左右に揺れてもこう、ね、転がってしまわないようにしっかりとバランスキープ、前でクロスして立ち上がります。ギュッと、そうお尻しっかり締め直す、膝内側にギュッと寄せてくださいね。手脱力前に持っていっ
で、尊虚ポジションで手のひら天井胸をぐーっと開いて背骨をね開いて胸伸ばしていきましょう。前に持っていって立ち上がる。キュッとお尻を締めて胸をしっかりと張るように、反り腰にならないようにお尻をキュッとしっかりと力を入れておく。手を解放してしゃがみ込んだら胸オープン、尊虚ポジション。前に持っていって体を丸めたら立ち上がる。キュッと膝を内側にしっかりと寄せていきます。お尻キュッと締めて、もう一度前に持っていって胸オープン、しっかりと目線を上げていき、手のひら天井、バストトップを引き上げておきましょう。膝が内に入らないように外に開いて、小指側にも体重をかけていきましょう。手を前でクロスして引きながら立ち上がります。膝を内側に寄せる、お尻は締める、肘を後ろにグッと引いて胸、バストトップを上げていきます。ラスト1回いってみましょう。前でクロスして手オープン、内側に持っていって手を引きます。 OK、 楽にしてください。皆さん30日間お疲れ様でした。はい、このプログラムをね始める前と今とではですね、体の状態に少なからず変化をね起きている方が多いと思います。そして一つ一つ実施していく中で、あ、これ簡単にできたなとか、あ、これちょっと大変だったなっていう枠があると思いますので、この苦手だったなって感じているところは皆さんの伸びしろです。なのでぜひ振り返っていただいて、苦手だなって思うところはですね、何度か繰り返していく中で体の状態が変化していくのをぜひね楽しんで感じていただければと思います。この30日終了後もですね、皆さんには運動を継続していただきたいなというふうに思っておりますので、また初日から戻ってですね30日間続けていただいても OK ですし、他にもですねエクササイズメニュー、ストレッチメニューはですね上げておりますので、ぜひ上からチェックしていただければと思います。動画だけではですねちょっと物足りないなとか、あとは一人で実施していくの、継続させていくのがですねちょっと大変だなという方向けにですね、フルボディワークアウトオンラインというサービスを展開しております。ここには決められた曜日時間にですね、皆さんがオンラインのトレーニングルームに集ってですね、楽しくワイワイ健康になるために運動していこうというのをコンセプトにですね、1回30分のエクササイズメニューにギュッと凝縮したね時間を設けております。ここでは30分間ねまったりとストレッチする回もあれば、動画の中で紹介をしたエクササイズメニュー、それ以外のワークなども組み合わせて提供させていただいたり、あとはフィットネスのインストラクターにも友情出演していただいていて、ボクサーサイズであったりズンバのダンス系のメニュー、あとはアニマルフローだったりとか、そういったボディーワーク系のワークを実施したり、そして僕がサポートさせていただいているプロのアスリートの方に友情出演していただいたり、アスリートではこんな運動してますよ、そういったメニューを紹介していただいたりもしております。お申し込みいただいてから2週間はですね無料の期間になっておりますので、ぜひお気軽に遊びに来ていただければと思います。では30日間が終わりましたけれども、引き続き健康情報をね配信していこうと思いますので、チャンネル登録まだの方、下の猫ちゃんマークからチャンネル登録をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。